ミニアコンカは中華人民共和国四川省関税、チベット族自治州に位置する大雪山脈の最高峰。由来はミニア国の白い山という意味。中国語表記は三木山。標高7556メートル。道中夏草をはじめとした貴重な薬草の最終地として知られ、麓もとの東霧松沖には東大に、 皇帝から、薬王の名を授けられたという孫運命を祀る病がある。ヒマラヤ山脈の、各峰の標高が正確に測定される前は、標高9220メートルとされ、世界最高峰に位置づけられたこともあり、古くから登山の対象となっている。しかし、急旬な上に、ピークが不明瞭で遭難者から、頂上に騙されたと評されるほどの地形不明確な、 山頂、目まぐるしく変化する天候のために登頂に成功した者は20名に満たず、世界でも屈指の南方となっている。1981年には、北海道山岳連盟登山隊8名の滑落死事件があり、2011年現在、日本人海外遠征隊での最大の犠牲者数である。1982年には、 日本の登山隊2名が遭難し、その中の一人である松田荒野が19日後に奇跡的に生還した。1990年代以降、山6に位置する海ら港氷河の周辺は自然保護区に指定され、観光地開発が進められている。初登頂は当時としては異例とも言える少人数の隊によって達成された。当初、 エベレストより高い可能性があると目されていたアムネ、マチン・ミネの遠征隊として12人の参加が予定されていたが、満州事変の勃発により登頂許可が得られなかったため遠征が頓んだ一部は無許可のままアムネ・マチン・ミネへ向かったが、リチャード・エルバード・ソル、テリス、ムーア、アーサー・エモンズ3世、ジャック・セオドール・ヤングの4人は、ミニアコンカの測量及び道路偵察。 大型銃の標本採集を目的とした成功、遠征隊を結成した。満州事変の混乱に加えて、中華民国軍は、チベット軍との戦闘も行っていたため、最寄りの都市であるダヤロ周辺でも、人足や、け物の大規模な挑発が行われており、資材の運搬要員の確保にも困難を極めた。結果として、最終的に、ベースキャンプより上でも活動した。 ハイポーターはわずか二人、ヤング隊員は第一キャンプへの荷上げを完了すると撤収の際に必要なポーターの手配と接衝をするために下山したため終盤の登山活動は三人で行われた。エモンズが手を負傷したため最終アタックはバードソルトムーアの二人で行われ6700メートル地点に設営された第四キャンプから9時間半かけて登頂に成功した。 なお、登頂前に4人はより綿密な測量活動を行い、ミニアコンカの標高は7587メートル、測定誤差プラスマイナス25メートルと現在の計測値に非常に近い数値を算出している。この標高の登頂は1931年に登頂されたインドのカメットミネに次ぐ世界第2位の記録だった。 ミニアコン下から生じるウミラら港氷河の末端は高低差、幅とも1000メートルを超える巨大な氷爆となっており、ロープウェイによりアクセスする展望台が整備されるなど観光地化が進んでいる。1981年に遭難した北海道大隊員のうち2名の遺品にベースキャンプ付近で採取したとする主婦名の大型の超標本14頭が含まれていた。標本は 国立科学博物館に送られ、雲南絞り上げ派と鑑定された。この蝶は1918年に雲南省付近でイギリス人の植物学者により発見されたとされる標本以降、60年以上他に標本が存在しなかった。この報告は当時の世界の昆虫学会に大きな驚きをもたらした。アルパインジャーナル誌は6250メートルより上で、 撮影された盗聴を示す明瞭な写真などの証拠がないことから盗聴を認定しておらず、1984年のドイツ隊の盗聴を第4等と表記している。ミニアコンカで、米国登山隊員3人が行方不明、1人の遺体を発見、四川省最終者は帰らない、ミニアコンカの悲劇、ウェイバックマシン。ありがとうございます。